はい、皆さんこんにちは。今日はですね、新型のシエンタを紹介させていただきたいと思います。こちら前回のハイラックスに続き愛車自慢ということで、絶賛子育て中の友人にちょっとシエンタ撮らせてくれっていうことでお願いをしまして、撮影をしております。で、本当はマイク使って撮影をしていたんですけれど、風がやばすぎて、一応風切り対策のモフモフつけて撮影してたんですけど、もう後で見返したらもう使い物にならなくなってしまっていたので、今日はこういった形で音声後付けで紹介をさせていただきたいと思います。全長が4260、全幅全高ともに1695と、日本でも取り回しのしやすい5ナンバーサイズとなっております。シエンタの中でもガソリンモデル Z グレードとなります。車重はですね、こちら3列7人乗りですので1300キロ、 WLTC モード燃費は 18.3キロ、 エンジンは120馬力、最大トルクは 14.8キログラム、 排気量は 1.5リッターとなっております。いや、なんか今回のシエンタからなんかちょっとフランスのカングーみたいなデザインになってますよね。横のこの黒色の部分とか、ちょっとフランス車っぽい可愛い感じのデザインになってます。で、ホイールも可愛らしいデザインというか、鉄筋ホイールみたいな感じのデザインになってます。で、タイヤのサイズもこちらは15インチタイヤですね。15インチタイヤを履いてます。先代のシエンタに比べてだいぶ可愛いデザインになりましたよね。僕初めて見た時めっちゃ買ってもいいなーって思うデザインになったかなーと思います。このお目目もだいぶ可愛いですね。 LED ライトでかなり可愛らしいデザインだと思います。ドアミラーもですね、こういった死角を減らすような配置になっているところはいいポイントですね。絶賛子育て中ということで、このようにベビーカーが2台乗ってます。まあ、3列仕様なんですけれども、これ3列目倒した状態でこういったベビーカーをですね、2つがっつり置けるような広さとなってます。これ子育てしている方非常にありがたいサイズ感ですよね。この高さのベビーカーがそのまますっぽりはまると、車内の空間高さがあるメリットだと思います。セダンとか今時の SUV だとちょっとなかなか厳しいですよね、こういったやり方は。で、Z グレードですので両サイドともに電動スライドドアとなっております。このようにもうまさに使ってる感がありますよね。チャイルドシートがこのように設置されています。ドアもやっぱり大きく開くので、実際に乗り降りしているところを見てたんですけど、まあ、かなり子供の乗り降りしやすそうだなと思いました。で、かなりスペースも取れていて、まあ、こういった後席空間がしっかりとある状態を覚えておいてください。チャイルドシート2つ並べても全然余裕ありますよね。まあ、反対側も電動のスライドドアがついてます。で、こちら側もですね、チャイルドシート乗っけている状態。はい。で、あれだけの後席の空間がありながら、ちょっと今助手席乗ってみたんですけれども、かなり広いですね。私身長173センチほどあるんですけれども、後席空間あれだけありながらも、足元これだけ広々としています。で、やっぱりシエンタので物置の数がやっぱり多いですよね。で、やっぱ、この素材というか、気になったやっぱこのドリンクホルダー置くところのデザイン、ちょっとこういったのがあれだけでこじゃれてますよね。めっちゃ可愛いです。はい、運転席も見てみましょう。こんな感じですね。乗り込みます。はい。今ちょっと私が確認しているのは、ペダルの配置ですね。一個前のシエンタ僕乗ったことあるんですけれども、ちょっとペダル配置が悪いなと思って、かなり運転しづらかったんですけど、今回自然と足を伸ばしたところにブレーキがあったり、アクセルがあったり、だいぶペダル配置改善されたなと、
乗った瞬間に思いました。リアにああやってサンシェードあるのはめっちゃいいと思います。子供とかもね、ああやってサンシェードあることで寝やすいと思いますし、でなんといってもこれだけ物を置くスペースがあると、そこの茶色の部分はスマホを置けますし、まあ、足元ドリンクホルダーもあるので、もう一個気づいたのが肘掛けあるんですよね。であとシートも横がしっかりと張り出している、こういったサポートがあることで運転中しっかり体を支えてくれるので非常に便利です。やっぱりミニバンだと体が揺さぶられやすい傾向にあるので、ああいったサポートがあるといいですよね。で今日はちょっと時間がなかったので試乗はできなかったですけれど、なんか先代のシエンタに比べて走りもすごい良さそうな雰囲気をすごい感じましたので、今度時間がある時にぜひちょっと試乗してみたいなと思いました。